こちらからは1件質問を、北海道新幹線の札幌駅の件なんですけども、はい、先日駅地下案ということで札幌市にも報告があったかと思うんですけども、はい、駅地下案でそのまま進めていくとなると札幌市が支払わなければいけないですね、お金とかそういったことも検討していかなきゃいけないと思うんですけども、はい、札幌市長としては駅地下案というのはどのように考えていらっしゃるかという、ですね、先日 JR 北海道さんと鉄道運輸機構の方から、現在検討している認可計画案ともういわゆるそのゼロ番線案東側なんですが、この2つを前提として協議をしていただいておりましたけれども、それがなかなか双方両方とも課題がまずあるということで、地下案もその代替案になり得るかどうかの検討したいという報告がありました。そういう意味では地下というものが、単純に考えますと他の地上の案よりは、費用等がかさむのではないかというふうに思いますけれども、詳細というものは伺っておりませんし、具体的な検討をこれからということでありますので、まずはその状況を、どういう費用がどういうかかり、どういう案でいくのかということを、今後詳細を聞いてみないと何と申し上げられないかなというふうに思いますが、費用面では少し懸念心配があるかなというふうに思っています。はい、わかりました。ありがとうございます。幹事社からは以上です。他にある方お願いします。加盟社からお願いします。北海道新聞の小林です。はい、よろしくお願いします。先日1日に終わりました札幌国際芸術祭についての質問です。はい、今回市長が、57日間の日程を終えてみて、はい、今回成果だと思ったことと、はい、次回に期待することを教えていただければと思います。はい、そうですね、今回は非常に芸術というのもややもするとこう敷居が高いということかなというふうに思いますが、1回目の時に比べますと、かなりその親しみやすい作品あるいはイベント等が行われたかなというふうに思っていますし、前回課題であった市民参加という面においてはですね、例えば大風呂敷の取り組みであるとかですね、それからコレクティブオーケストラという、子どもたちが自由に演奏する、こういったところには、多くの子どもさんだったり、市民の方が参画をして、非常に好評だったというふうに思います。そういう意味では音楽、芸術というものが何でしょう、単に美術ということではなくて、音楽だったり美術その中間だったりという意味で親しみやすいプログラムが行われて市民参加があったという意味では大きな成果ではないかなというふうに思います。そういう意味ではただこの間、やはり、関心を持たれた方、会場に足を運んでいただいた方にはですね、非常に好評だったというふうに思いますが、まだまだやはり、知られていないといいますか、市民の方でも、会場に足を運ばなかったとか、あるいは、どこで、何がやられているのかわからなかったというような声もありますので、そういったことには、もっともっとその裾野が広がっていくためにはどうしていけばいいのか、あとは今回会場が非常にこう分散をしておりましたので、そういったことの課題なんかも含めてより多くの市民の方、あるいは国際という意味ではですね、まだまだ海外への発信も足りなかった分もあると思いますので、そういう面が改善をしていく、検証という意味ではこれからということになると思いますけれども、そういうことを次に期待をしたいなというふうに思っています。ありがとうございました。毎日新聞の野原と申します。はい、先ほどもちょっと出た新幹線の話の補足というか追加してお伺いできればと思うんですけども、このように
法務案が2点3点というか非常に長引いていることに関して地元の市長としてどのようにお考えかということを一つお伺いしたいんですけど、はい、率直に申し上げまして昨年10月にですね、まあ、4社私どもと北海道も交えた4社協議の中で今検討している2つの案に絞ってですねそれを具体的な形で両者でご検討いただくということで、まあ、もう1年経ってしまってわけです。それで結論的にも、まあ、両方とも課題があって、結論が出ていないということについては大変遺憾に思っています。やはり新幹線の開業に向けての時間がそう多い、残っているわけではありませんし、私どもはこういう新幹線の開業に合わせて札幌駅前の再開発まちづくり計画というものにも作成をしておりますので、本来であればもう少し前に結論が出て、具体的な計画作りに入って入れる状況でありましたけれども、まあ、細かいところといいますかそこにまだ至ってないということについては残念に思っています。まあ、一日も早くといいますか結論を出していただくような検討を進めていただきたいと思います。それともう一件なんですが、はい、日本ハムのドーム移転問題の件で、はい、先日他社さんの報道で真駒内が浮上したという話がありまして、で、はい、弊社の取材では市第三の候補として提案するつもりはないという話も伺っているんですけども、うん、現状真駒内の話について市としてどのように受け止めていらっしゃるのか、はいはい、札幌市として今球団の方に提案をさせていただいているのは月サムのグリーンドーム周辺の土地と、北大構内の土地ということで協議をさせていただいています。で、まあ、いずれも面積的には少し狭い球団が望まれるような狭いということはありますけれども、それを解決すべく、土地利用規制などについても協議をしておりますので、基本的にはこの2つというものは協議を進めているのは変わらないと思います。でまあ、その中で、まあ、実務者協議をやっている中で、まあ、真駒内というのはどうなんでしょうかというような話が出たというふうには聞いておりますけれども、具体的にじゃあ他の今提案をしているところを、やめてといいますか諦めて真駒内にという状況ではありません。そうすると市としては引き続き、はい、現状の日候補地で、はい、話を進めていくという。そうですね、そこは球団ともですねいろんな解決の土地利用のあり方についても協議を進めている状態でありますので、その線で進めていきたいというふうに思います。まあ、現実的には真駒内というのは非常にドーム移転先としては条件的に厳しいという見方もありますけれども、やはりそこに関しても変わりないということでしょうか。というのはもともとその提案の中に真駒内を入れなかったというのは、まあ、一つは球団が望まれている2023年開業というようなこと、まあ、今真駒内の真駒内公園については、まあ、冬季のオリンピック・パラリンピックのスケートの会場の候補地として、北海道と議論をしておりますので、まあ、そういった中で、ファイターズの球場問題というものを、同時並行で解決していくのは難しいだろうということと、他の2案に比べてですね、まあ、交通アクセスの課題がやはりありますので、私どもとしては真駒内を挙げなかったという経過がありますので、真駒内ということには、まあ、そういう課題はいくつかあるという現状は認識をしております。そうすると、まあ、真駒内はやはり五輪優先という、まあ、言い方が適切か分かりませんけれども、はい、まず五輪をことを考えて使用を考え、まあ、優先というか、今北海道と協議をしているのはそのオリンピック・パラリンピックの、まあ、概要計画を見直しをしておりますので、その中でスケート競技場をどうしていくかということを議論しておりますので、まずはそこの整理ということが、まあ、優先されるというふうに思っています。ありがとうございました。北海道新聞の柳沢です。はい、先月末に、はい、IOC の方から、はい、まあ、これまでインビテーションフェーズって言ってましたけど、2026年冬季五輪の招致プロセスが、まあ、詳細に
発表されましたけれども、はい、かねてから市長が事前協議の参加を、はい、の意向を、まあ、議会でも示されておられたりしましたけれども、今後、まあ、札幌市として、はい、まあ、どのような形でその招致プロセスに参加していくのか、うん、まあ、JOC との協議等々も含めて、はい、今現状どういう状況か教えていただけますか。はい、まあ、先日 IOC から示されて、今 JOC の方にもですね、具体的なその、まあ、対話ステージというんですか、ダイアログステージというものについて、のスケジュール関係詳細を JOC の方にも聞いていただいております。まあ、そういう意味では基本的に今先日 JOC の方から、この今回示されたことに対して関心のある自治体がいれば JOC に問い合わせをしてほしいという通知が出されましたので、それが11月の上旬でしたかね、一旦その締め切りがありますけれども、まあ、そこには私どもとしては札幌市としては関心を持っているのでということで、従前からの意向の通り、JOC に対して申し入れをしたいというふうに思っています。その上で、まあ、この JOC としてこのダイアログステージ対話ステージに日本として参加をするかということを JOC、まあ、これは JOC といいますか NOC が決定をすることになってますので、 JOC としてそういうご判断がどこかの段階であるんだろうというふうに思います。申し入れはもう改めて JOC さんの方には改めてする形になります。すでに我々としてはしておりとありますけれども、うん、11月の上旬までには正式にお話をする必要があるのかどうかはありますけれども、意思表示はしたいと思っています。はい、この IOC の発表資料では、はい、まあ、いろいろスケジュールが出ていますけれども、まあ、ダイアログステージの、まあ、参加締め切りっていうのが3月31日に設定されてて、うん、はい、まあ、現状の招致プロセスを考えると3月31日までに、まあ、意思表示をすることが、うん、まあ、立候補の、まあ、事実上の、まあ、締め切り的な、ニュアンスも出てくるかと思うんですけれども、その3月31日っていうことを踏まえての何かしら札幌市として何か、動きに影響があるものってことはありますか。まあ、先ほど申しましたように JOC としてこのダイアログステージなるもののスケジュール感というのを再確認をしていただいております。で、今の IOC から示された表面に出ている文書等を見る限りではですね、先ほど言いましたそのダイアログステージに入ると、でそのダイアログステージに入る意思表示というものは3月末というふうに言われています。ですから先ほど言いましたように我々はこう3月というよりは、まあ、この11月なりに、まあ、今正式その日程等を JOC に確認をしていただいているものがはっきりすればですね、 JOC として今関心を持って、まあ、一旦の JOC としての、まあ、募集ではないですけど締め切り日を決めてますので、まあ、それまでに意思決定を我々としてはですね意思表示をしていけば、あとはその3月という数字というのはあまり関係ないかなというふうに思っていますが、確認ですけれども、はい、市長は議会で2026年大会に関して、はい、まあ、他国の状況ですとか、はい、IOC の、まあ、考え方などを、まあ、踏まえた上で26年、はい、いや、まあ、30年とか26が困難だったら30年もということもおっしゃってますけれども、うん、はい、判断をしていきたいというふうにおっしゃっていますけれども、必ずしもこの3月31日というのはその判断と関係ないという認識、はいはい、対話ステージというのが来年の9月いっぱいまであって、そこへの、まあ、前段階のステージにはその3月まで言ってくださいと、で最終的にはその9月まで対話ステージというのをやって、そこからは、まあ、まさに立候補ステージに入っていくということになりますので、もう立候補ステージに入るということは、まあ、まさに本当に26年正式に立候補するぞという意思決定をするということになりますので、まあ、そこまでの間の対話ステージというのはいろいろな条件を、例えば競技場の何でしょう、どの程度集約だとか分散が可能があるのかとか、競技以上のその観客席の規模とかがどう出なきゃいけないのかとか、
まあ、その辺のやり取りをさせていただくには、まあ、今後のことを考えてもですね、このダイアログステージに参加をして IOC と情報交換をするのは得策だろうというふうに考えておりますので、札幌市としてはこの対話ステージには先ほど言いましたように意思表示をしたいというふうに思っています。さまざまな状況を見極める期間期限というのは来年の秋までということというふうに私は今認識をしておりますが、そのスケジュール感というものが IOC が思っているスケジュール感と合うのか合わないのかということについては今 JOC の方にその全体のスケジュール確認あるいはその条件等を確認をしていただいているということになろうかと思いますが、もう一点だけお願いしたいんですけれども、まあ、市の方針としてですね、はい、正式な立候補までに市民アンケートを、はい、取りたいということを、はい、かねてからおっしゃってますし、まあ、その際には現状の開催概要計画はもう、はい、かなりブラッシュアップした形で市民にお示ししてからアンケートを取るというふうにおっしゃってますけれども、はい、今の IOC のスケジュールを見ると、5月ですかね、5月ですね、5月にいろいろ技術面での事前協議が行われるという、うん状況になってますけれども、その市民アンケートのタイミングっていうのが、うん、どのタイミングをこの今 IOC が示されたスケジュールを踏まえた上でどの、タイミングで行うっていうことが想定されるかっていうことをどのように考えていますか。そういうことも含めて最終的なその IOC としてのスケジュール確認をしていかなければいけないというふうに申し上げたのは、うん、そういう面もあると思います。はいはい、ですから今は協議の今昨年出した概要計画というものを見直しを作業をしています。でそれをまとまってからですね、まあ、こういう概要でこのぐらいのお金がかかりますという情報をお伝えした上で市民アンケートということになるんだろうというふうに思いますので、まあ、それが IOC のいろいろなスケジュールに合わせるようにしていかなければいけませんので、まあ、今のそのスケジュール確認をさせていただいているという意味ではいろんなものをこれから組み立てていくために必要だろうというふうに思っています。ありがとうございます。北海道建設新聞です。はい、先ほどの質問と少し重なるんですが、新幹線のですね、駅ホーム位置決定の問題なんですが、はい、まあ、JR さんと JRTT さんの報告の中で、その仮に地下駅を、まあ、今後採用、対案として採用するようになった場合、その、まあ、北五条通りあたりというのを想定されているので、まあ、今の駅のあたりからのですね、アクセス面等々とかで、まあ、その市のまちづくり等々と連携して考えていきたいという話がされてたと思うんですけども、今現状では2案で地上案だけで検討されているまちづくりだと思うんですが、今回こういった報告があったことで、うん、市側としてはそういったような見据えたですね、動きとかそのまちづくりの再検討見直し等々というのは、うん、まあ、そうですね、再検討というよりは全体の札幌駅の今ある駅の大体こう東西1丁目までのエリアに、まあ、ホーム位置があって出入り地が来るという想定の中で、今まちづくり計画というのを進めていますけれども、まあ、例えば地下から地下にホームができるということになると地下から地上へどう動線を作るのかとか、あるいは地下の空間の中で、どうするのかということは追加して、検討を進めなきゃいけないのかなというふうに思っていますので、そういう意味では今進めているまちづくり計画に大幅なその計画の見直しということにはならないとは思いますけれども、やはり具体的な検討を進めていくには大きな、まあ、どう子になっていくのかということがですね、非常にこう検討も計画の検討にも影響を与えていきますので、まあ、早く結論を出していただきたいというふうに思います。UHB です。はい、ボールパーク構想だったんですけれども、はい、まこまない案という話どちら側から提案されたというか話が出たことなんでしょうか。先ほども申し上げましたように提案はしておりません。
実務者協議の中で、今協議をしているところの会場、まあ、狭いということがあったり、あるいは土地利用ということについて課題があるというような認識があって、まこまないなんてのはどうでしょうかねという話が出たようであります。それがどちらから出た？それは球団側から出たようであります、はい、その他そういったようなまこまないなんかどうだろうねというような形で他の都市とかって出てますか、はい、他の地域って出てますかね。あ、私は聞いておりません。今のところ札幌市としてはそのまこまない案っていうのはその特に出てないので、そこをまあ予定地としているわけではなくて、はい、そこに関しては完全に否定するということ。否定といいますか、そういう話題が出たというのは事実でありますけれども、先ほど来申し上げているように今提案している2つの案について協議を進めておりますので、まずはその協議をさせていただきたいと思っています。ありがとうございます。HTB の及川と申します、はい、またまこまない声のお話なんですけれども、先ほどの道東オリパラの、概要を見直し、まずこちらを優先されるということでしたけれども、はい、先ほどのダイアログステージの話もあって、まあ、秋までにはというようなことでしたけれども、この、スケート会場のですね、見直しも目処というか、秋、来年の秋頃までにというニュアンスなんでしょうか。それとも先にスケート会場だけはお話をどうと進めたりとか、そういうこともあり得るんでしょうか。来年の秋口云々というのは最終的な正式な立候補に入っていくための最後の手続きのところですので、当然その前に、いろんな協議をしていく中ではですね、競技場というものの問題をどこの競技をどこでやるかということはもっと早く前に決めていかなきゃいけないんだろうというふうに思いますけど。具体的にいつ頃までに決めたいですとか、決めたいというのは先ほど言いましたように IOC のスケジュールなんかを加味してそれに合わせたことをしていきたいというふうに思いますし、まあできるだけ早く協議ができるように今道の方とも詰めているわけであります。このファイターズさんから先ほど話が出たということがありましたけど、それを受けてそこの話を、そこの会場のお話を、どうと話していこうということは今考えていらっしゃいますか。先ほど申しましたようにオリンピック・パラリンピックの競技の問題はこれまでも進めています。そこにたまたまそういう話は出てますけど、じゃあそこのまこまないを具体的に詰めていきましょうという話までなっておりませんので、現時点ではオリンピック・パラリンピックの話しかないということです。わかりました。全く話変わるんですけど、前回ですね、の、会見で質問した件なんですけど、はい、考慮の自粛を、考慮、考慮、自粛を求めるポスターに関してなんですけど、その後ですね、市として新たな対応ですとか、はい、方針などもし決まったものがありましたら、はい、教えていただけますか。はい、まあ、前回の記者会見の時でもお話を申し上げましたけど、現実的にその考慮ということで苦しんでいらっしゃる方、まあ、病としてですね、お持ちの方もいらっしゃるということは事実でありますので、まあ、そのことを、まあ、例えばその市の職員であるとか、あるいは施設を管理している人間、まあ、プラス、市民の方にもですね、そういった方で苦しんでいる方がいらっしゃるということをですね、やっぱ知っていただくということはこれは必要だろうということで、まあ、前回お話しあったポスターが、まあ、貼ったり貼ってなかったりということがありましたので、できるだけ多くのところでそういうポスターが貼られるようが望ましいだろうというふうに思っています。まあ、その上で改めてその保健所の方から各施設の方に、まあ、ポスターの掲示等のですね、協力といいますか理解を進めてほしいという通知を出したところであります。北海道新聞の内藤です。はい、先ほど発表いただきました文化芸術劇場の愛称についてなんですけども、はい、市長からもご紹介ありました光るというのとスカーツという名前があって、今すでにウェーブという
ウェーブですか、なんかあの相性もあると思うんですけども、この新しい建物に関してですね、なんか相性がいつもあって、はいはい、何がどれなのかっていうのは、ね、分かりにくいかなと印象はあるんですけど、そうですね、あのいろいろ一つ、まあ、全体の建物の相性的なものとですね、それと、さっき言ったように劇場の相性といろいろあって、あの、まあ、少し分かりにくいかなというふうな思いは私も思います。はい、何か統一的なお名前と、うん、あ、まあ、なかなか統一的に取り扱うのが難しかったということなんだろうというふうに思います。ですから劇場は劇場としての、まあ、複合施設の難しさということにもあるのかなというふうに思いますけど、だから複合施設全体の名称と、まあ、ホール劇場のですね、名称というのは違いが出てしまいましたけれども、まあ、これは一つのやっぱり市民の方がどういう相性をここが一番使いやすくて、その場所にフィットしていくっていうかですね、そういうことに少しこう選別させていくかもしれないなというふうに思います。はい、話は違うんですけれども、先日の自民党の札幌の、はい、自民党札幌と市議会の自民党の運動姿勢について同一歩調に進んできているところがいないか、ね、評価をされました。まずこの受け止めを、うん、はい、あの、まあ、私自身、まあ、就任以来重点的に取り組んできたこと、まあ、取り組もうとしていることとして大きく2つあるというふうに、まあ、これまでも申し上げてきました。まあ、1つはやはりそのまちづくりのベースとして、まあ、そこに住んでいる人の雇用の問題だとか経済というものが非常に大きなウェイトを持っているという意味で経済の活性化とか雇用の拡大ということ、まあ、それと札幌の持っている課題、まあ、出生率の低さということ、まあ、これを解決をしていくための子育て支援というようなことにですね、力を入れていきたいというふうに思っておりましたし、まあ、そのことを進めてきました。まあ、そういう意味であの、まあ、自民党さんの方から今の例えば再開発あるいはまちづくりの、まあ今後まあ、将来見据えた取り組みなんかを、まあ、主に評価をしていただいたということなのかなと、そういう意味での同一、まあ、同じ方向を向いているというふうに言っていただいたのかなというふうに思いますけど、まあ、あの評価をいただいたということについてはそれはあの何でしょう、そのこと自体、まあ、名誉なことありがたいなというふうに思っていますし、一定程度評価をいただいたといいますか、取り組んでいること取り組もうとしていることについて評価をいただいたということは、それはあの感謝をしたいといいますか、ありがたいと思います。これから1年半任期があると思うんですけれども、はい、残り任期、自民党が同一都庁にここまで来たという評価をしてきたことでですね、同一都庁を市長としても取っていきたいというような気持ちはありますか。あのこれは就任前あるいはその就任後も申し上げてきましたけれども、私はその人、まあ、一定 の, その、政党人ではありません。そういう意味ではあの特定の政党の考え方なりを進めていこうというよりは、むしろ今やっぱり札幌として必要なこと、将来にとって必要なこと、まあ、そういう意味での市民党という形でありたいと、札幌市民にとって札幌市にとってプラスになることを進めていきたいというふうに思っていますし、そのことに対して評価なりをしていただくということについて、はあのありがたいというふうに思っておりますが、特定の政党の考え方あるいはその政党のいろんな進め方と、一緒に全てのことが考えが一致しているというわけでは決してないかなというふうに思います。この検証結果、まあ、自民党内ではですね、まあ、次の市長選に向けたステップだというふうな声も、はい、まあ、相乗りのですね、支持に向けたステップだという声もあるんですけれども、まあ、次の選挙に向けてですね、市長今どんな気持ちでしょうか。あの次の選挙というよりは残りの任期をしっかりやっていきたいと思っております。ありがとうございます。あとあの選挙なんですけれども、まあ、来週末、はい、投開票あります。今選挙戦が始まっていますけれども、札幌市としてですね、今回の
衆議院選挙に、まあ、札幌市という市長としてですね、はい、今回の選挙に臨むこと、願うことはどんなものでしょうか。ですね、まあ、一つ国政選挙ということでありますので、まあ、政権を担う政党を選ぶということが、まあ、大きなテーマになっているんだろうというふうに思います。まあ、そういう意味で、各政党が今、まあ、公約とあるいはそのいろんな考え方について示されていることについて、まあ、憲法の問題であったり消費税の問題だったり自衛権の問題、安全保障の問題だったり、まあ、そういったさまざまな視点について、まあ、有権者に分かりやすく、イメージできるようにですね、投票行動がイメージできるようにそれぞれ訴えていただければというふうに思っておりますし、まあ、一方で自治体の首長としては今札幌が進めていかなければいけない課題に思っていること、先ほど少しまちづくりのことでお話をしましたけれども、まあ、そういったことについて、やはり理解を示していただく、あるいは政権を担う政府とですね、札幌のまちづくりに対してプラスになって、行ってほしいと思いますので、やっぱりそういう考え方を、示す、まあ、ここの、町のことをお話をするかもしない、していないのかもしれませんが、地元選出の国会議員の皆さんはいろんなことをおっしゃってますので、今札幌が進めようとしていることを後押ししていただく、あるいは理解をしていただく候補がですね、当選していただければいいなというふうに思います。それではその他関連者名からあればお願いします。あります。HBC ですけど、HBC の西澤と申します。はい、先ほど札幌駅 の、はい、新幹線の地下の件で2つの懸念を示されたと思うんですけれども、タイムスケジュールの問題と費用の問題と、はい、まあ、今後時間切れが迫っている中でですね、うん、まあ、どこかで落としどころみたいなことを考えていかなくちゃいけないかなと思うんですけれども、その辺は、札幌市さんとしてはどのようにお考え、今後どのようにしていこうと。はい、内容が定かでないので今判断がしようがないというのが正直なところであります。ですから、それぞれの今の現計画案あるいはその東側の案の課題ということを解決するだけのですね、JR さんなり機構さんがおっしゃったように代替案になりうる案を作れるのかどうかというのはまだ分かりませんので、費用の面も含めてでありますので、まずそのお話を伺ってみないと何とも判断しようがないというのは正直なところであります。ただ時間がなくなってきているのは事実でありますので、検討を早急に詰めていただいてお話を伺い、あるいは我々としてもですね、まあ、議論ができる場面に早くなってほしいと、なりたいというふうに思っています。もしこの議論がまとまる方向で、まあ、時間内に収まるようなことであれば、ある程度費用がかかってももうそれはやむないという判断も出てくる。それは検討結果が出てみないと何とも言えないと思います。他ありますでしょうか。他にないようでしたら終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。